今回は、ほろみ峠沿いにあるラベンダーの畑を見に来ました。とてもね、見頃で綺麗なのでご覧ください。場所的にはですね、バンケーの近くの細道をこうやって入るわけですね。私はバイクで来たんですけれども、こんな感じでね、ぐーっと行きます。車で来た場合は、昼間は500円で、夜は800円でございます。 私はねバイクを遠いところに止めたので歩いて入ったので無料でございますでね、坂なので一面紫で綺麗なんですよねでよーく見るとねいて虫刺されになるんですけれどもそれが気にならないぐらいのラベンダーの強い匂いと鮮やかな紫でございます。 ライトを照らしししててね、もうちょっと鮮やかにしてみました。ご覧ください動画からはね、ラベンダーの匂いは伝わらないので残念なんですけれども雰囲気だけをね、楽しんでいただきたいですねでね虫が出ることは分かっていたので虫よけをね、自分にかけながら歩きましたで夕方なんですけれどもこ絶妙な時間ですよね絶景をお楽しみください